ハニューのプログラムに海外も大注目。彼はただ一人の天才だ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たしたプロスケーター、ハニューゆず28の演には、海外でも詳細に報じられている。26日に行われたアイスショー、ファンタジーオンアイスの千葉幕張公園の初日では、 大鳥で登場。ダンスボーカルグループ、DA パンクのリーダー、イッサと君のコラボレーションの元、イフの曲調に合わせ、華麗なスピンや3回転ループなどを披露した。最後は180度の縦開脚でフィニッシュすると、スタンディングオベーションが起きた。この様子をロシアメディア、スポーツ、ルア、ハニュー・ユズル選手がアイスショーで新プログラムを発表との見出しを立てた上で、演技時の動画を紹介。 コメント欄にはロシアのハブファンから3時の声が相次いでいる。天才。この選手を見るのは楽しいです。この選手のスケートを説明する言葉がありません。こんなスケーターはもういないだろう。彼はただ一人の天才だ。スポーツと美しさの完璧な組み合わせ。ぜひフルで超見たいです。ゆずのプログラムはどれも素晴らしいです。氷の王様。感情が豊かで、彼は文字通り音楽を生きている。 唯一無二の演技は、日本のファンのみならず、海外のファンの心も動かしているようだ。トースポウェブ。天才であり努力の人、プロスケーター羽生譲る。自分の殻を破るために日々精進していることが今回のアイスショーでも見て取れました。プロとして生きるという覚悟をこれほど強く感じさせるスケーターは見たことがありません。だから毎回感動してまた見たくなるし応援したくなる。 あのロシアでさえリスペクトしてやまないハブさんの美しい演技。これからもますます目が離せない。表情で完成された美しい素晴らしい演技は彼の泥臭い厳しい一日一日の練習努力の結晶だ。場の空気空間がガラッと変わる。来てるお客さんの熱思いが伝わってくる。待ってましたと。ロシアは難しい問題を抱えているけど芸術に関して見る目はあるね。できたら他の国の情報も欲しいな。 スケート靴を履いたまま縦開脚180度でフィニッシュ。しかも上半身は、まっすぐ伸びた右足の上にっと張り付いている。こんなこと、彼以外の誰ができますかテンプの際に加えて努力の天才でもある。演技自体も常に革新的。一方では幻想的な白様、苦悩に満ちたファントムを滑り、一方では今回のような曲を音に合わせて刻む。どちらも卓越した技術力がなければ演じられないもの。 どれほどの練習と日々の節制節制を重ねていることか。28歳で、この自制心ですから、頭が下がります。今週末宮城公園を現地観戦するのがメした最大の楽しみ。プロになって、さらに別の次元に突入してしまった感。新しいプログラムは、身体の使い方がもはや異次元だと思いました。ジャンプも助走を必要とせずに、浮遊感半端なく、 氷の上なのにモダンバレーのように体を自由自在に操る。すごい勢いで進化中ですね。別プロも楽しみです。プロになってこれだけたくさんの新しいプログラムを拝見できるとは思ってもみませんでした。フィギュアの新しい可能性の扉を開くプログラムだね。アシュラちゃんやレゾンもそうだけど、またそこから進化している。ステップ融合した3回転ループもわざと低空で速い回転。ヒップホップやバレー。 コンテンポラリーなど、様々なダンスの要素を取り入れて、独自に昇華している。ラップを言葉、音を逃がさず、フィギュアで表現するって、ハブくんならでは、既存のフィギュアの演目が古臭く感じるほど、ハニューのフィギュアは革新的。フィギュア界を超えた唯一無二の天才だね。イフ、会場トライビューで見ました。衝撃的な素晴らしさでした。ハブくんの進化がすごすぎて驚きます。 DAPUMP さんのファンの方々からの賞賛の声も聞けて、嬉しいです。そしてフィギュア大国ロシアはハブクンをずっと愛してくれている国。さすが、イフの素晴らしさを理解してくれてるんですね。ダンスの好きな方や、普段フィギュアに興味のない方など、いろんな人に見てもらいたいと思いました。演技冒頭のスピンがもう別格。極上、その後次々と繰り出す技と楽曲のビートがマッチして、 ハブんの肉体から歌が流れてるようなダンスでした。すごいなぁ今が一番難しいジャンルかもしれないけどそこに挑戦し続けてみるたびに上手くなってる。天才。陸に上がっても相当なものですよね。今までアイスショー噛んだことない人も引きつけて存在感は増す一方だ。